ライブタイプを使ってみましょうライブタイプの画面について説明します基本的には画面下半分のタイムラインと上に並ぶ各ウィンドウで構成されていますライブタイプでメインの作業画面となるキャンバスそして実際にテキストを入力するテキスト入力欄やワイヤーフレームプレビューを持っておりテキストの詳細調整やスタイルエフェクトタイミングパラメーターといったタブを備えたインスペクター そしてメディアブラウザではライブタイプ独自のライブフォントの選択、またインストールされたフォントの選択、それからフルスクリーンムービーのライブラリであるテクスチャーアルファチャンネルを持ったオブジェクトまたオブジェクトやフォントに適用するエフェクト などが一覧表示されここから選択して適用しますプロジェクトの設定を見てみましょう編集メニューからプロジェクトの情報を選択するとプロジェクトの情報ウィンドウが開きますプリセットからデフォルトでは CCIR601 になっていますので DV 用の NTSCDV3 対2を選択しますまたタイムコードもドロップフレームからノンドロップフレームに切り替えることができますので ノンドロップフレームのシーケンスを書き出して背景ムービーとして配置する場合は SMPTE に切り替えてください通常の民生用ミニ DV では SMPTE ドロップで構いませんまた画質についてもキャンバス上ムービーのレンダリングで書き出した最終ムービーそしてプレビューとそれぞれ画質を選ぶことができます通常はデフォルトで構わないと思いますが必要に応じて切り替えることもできます 文字を配置ししてみましょう。トラックメニューから新規テキストトラックを選択するとタイムラインにテキストトラックが追加されますインスペクタのテキスト入力ボックスに文字を打ち込みますなおテキストタブが選択されている場合は上段のモードと同じテキスト入力ボックスがテキストタブの下半分にも現れますテキスト入力ボックス上で文字を選択すると 選択された文字だけに対してパラメータを変更したりエフェクトを適用することができます背景にムービーを読み込む場合にはファイルメニューから「背景ムービーを配置」を選択して読み込みたいムービーを選んだら「開く」を押して読み込みます。 背景に静止画を読み込む場合にはファイルメニューから配置を選択して読み込みたい静止画を選んだら開くを押すと静止画が背景として読み込まれますテキスト入力ボックスでテキストを選択してフォントメニューからフォントを選んだら適用するを押すとフォントを変更することができますまたエフェクトを追加するには メディアブラウザのエフェクトタブから任意のエフェクトを選んで、適用するを押します。エフェクトを適用すると、タイムラインにエフェクトのトラックが追加され、ファイナルカットプロ同様、タイムラインによる操作が行えます。 キーフレームの端をドラッグするとエフェクトの適用時間を変えることができまた再生ボタンを押すと各フレームをはじめにラムに読み込んで次からラムからリアルタイム再生を行えるラムプレビュー機能が働きますのでリアルタイムで効果を確認することができます。 オブジェクトを追加するには追加したいオブジェクトを選択して新規トラックに適用というボタンを押しますそうすると新しくトラックが作成されオブジェクトが配置されますトラックをドラッグするとレイヤーを入れ替えることができますまた青いボタンを押すとトラックの可視・不可視の切り替えも行えます 背景にテクスチャを適用ししてみましょう。メディアブラウザのテクスチャから好きなテクスチャを選択したら新規トラックに適用を押します必要に応じてレイヤーを移動させて背景に持っていきますタイムラインの任意の位置に再生ヘッドを移動させてキーボードショートカットの「O」を押してアウト点を設定することでレンダリングの範囲を決めることができます タイムラインで目的のトラックを選択しておいてインスペクタのパラメータタブを開くと色の調整や大きさ回転といったパラメータを変更することも可能です完成したプロジェクトをクイックタイムムムービーとして書き出すにはファイルメニューからムービーのレンダリングを選択して 保存先とファイル名を決めたら新規ムービーファイルを作成ボタンを押しますこの時背景をレンダリングするかやインテンからアウトテンまでのレンダリングに限定するかといったオプションも設定可能です書き出されたムービーは Final Cut Pro のファイルの読み込みで読み込むことが可能で背景のないムービーが書き出された場合にはアルファチャンネルがつきますので Final Cut Pro で背景の上に合成することもできます